にちは、モスマンです。新潟に再ステークスの動画になります。ちょっとね、1戦2戦のキャリアしかない馬の予想するっていうのはなかなか難しいですね。って言ってまあ取り上げないわけにもいかないんで、やっぱり気になる馬も何とも出てるんでね。なんでまあ僕がねデビュー戦の走りを見て、この馬の走りが良かった、で今後注目したいっていう馬をね取り上げるって形にしようかなと思うんですよね。まず最初にデビュー戦の走りでこれっていうねこう光るものがあった馬っていうところで言いますと、3枠5番のトライフォーリアルちょっと真ん名前をまだ覚えてないんですね。トライフォーリアル、これが父がリアルインパクト、母の父黒船っていう馬なんですけど、この馬のデビュー戦、東京の 1600m ですかね、 1400m、 このレース良かったですね。この馬ねデビュー戦からもうシャドロールつけてるんですよ、緑の。ってことはね、なんかやっぱり自分の影に驚いたりとか、こうちょっと他を気にするようなところがある馬みたいですね。あるいは臆病な馬っていうか、うん、メンタル的にちょっとこうシャドーロールで補いたい何かがある馬みたいなんですけど、デビュー戦はねでもスタートポンと決めて3、4番手ぐらいかな、外目を三浦恒成騎手で走って折り合いつつ、スムースに走りまして、で僕パトロールビデオ見たんですよ。この馬の走りがねこう通常のレギュラーのカメラで撮ってる走りがねすごく良かったから、このまま走りいいなと思ってパトロールビデオも見たんですけど、パトロールビデオ見たらね東京の直線 550m をねまっすぐ走れてるんですよ。こうフラ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 せずにねまっすぐ走ってる。この後で言います、ウーマンズハートはね逆に荒削りの部分があってもフラ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 、あっちフラフラこっちフラフラで3波上がり3波32秒出して話題になってますけど、こっちのねトライフォーリアルはもうデビュー戦からまっすぐ走れてる、うん、で完璧な馬じゃないみたいですよ。やっぱりついてるんでねシャドーロールが、なんですけど走りは良かった。でラストね 50m くらい最後ちょっとよれてるんですけど、これはなんでよれたのかちょっと分かんないんですよね。何かに驚いてよれたのか、それとも先頭の馬を刺してなんかふっと気を抜いたのか、その辺がねちょっとそれこそジョッキーじゃないと分かんないところなんですが、ただまあ直線 500m はね綺麗にまっすぐ伸びてたんで、これがとてもいい走りだなと思いました。次なんですが、走りだけで言ったらモーベット、走りだけっていうのはつまりモーベットの初戦って正直競馬はしてないんですよね。競ってないんですよね。誰とももう思いっきりバコンで出遅れてしまって、でもう急がず騒がず最後方からルメール騎手がもう行って、でもう4コーナー回るまで一切仕掛けず、東京競馬場でのね、レースなんで、もう四角回ってからでいいやっていう感じの、完全にもう直線だけにかけてる感じですよね。で、四角回ってから大外出して、そこから追い始めて、そこからの追い始めてもまあ間に合っちゃうぐらい、やっぱり能力の高さっていうのは伺いましたが、正直、競馬っていう意味だと大変不完全な競馬。出遅れるは、まあ最高峰でじっとしてるわでね。そのじゃあ例えばこの馬初馬5部で行った時に内枠発走からで馬群の中入ってどうなんだとか折り合うのかとか、いろんなところの要素がまだ不確定なので、そういった意味で走りは良かった。お父さんのオルフェーブルを彷彿とさせるようなね集中力のある走りで、馬体もコンパクトですしね、お父さんのいいところが前に出てるのかなっていう印象で、確かに騒がれるだけあるなとは思いました。ただあまりにも出遅れひどかったんで、ちょっと評価がしづらいな。2戦目でまともに5部で発馬してどういう競馬するのかを見てみたいなって思う馬ですね。もしかしたらこのレース見てこれはって思わせてくれる馬かもしれないですね。で次なんですけど、ペールエールですね。7枠13番ペールエール、父が大馬メジャーで母の父がセルカークってことで、これデムーロ騎手が乗る馬ですね。で母父セルカークって結構もう珍しいなと思って、結構お母さん年いってるんじゃないですかね、セルカークの肌ってことでね、エタン系ってやつですね、まあ、ネイティブダンサー系なんで、まあ、オグリキャップと同じ、ミスタープロスペクターを通さないネイティブダンサーってことですよね。まあアメリカ土着血統ですね。やっぱ早いですよこの系統、ネイティブダンサー系ってやっぱりミスプロもそうですけど早いですよね。
そして、まあ、それにダイバーメジャーってことで、でこのペールエールも先行してからの競馬、お父さんと一緒でちょっと向きになって走ってるように見えたんですけども、でも折り合いはきっちりついてるようにも見えましたね。引っかかってる感じじゃなくて、ただやっぱり競馬行くと燃える気性なのか、どうしても一生懸命走りすぎるみたいな、ちょっと向きになって走ってるような感じにも見えたんですが、競馬っぷり、走りっぷりはすごくいいなと思いました。お父さんに似て栗毛で、さらにこの顔のね、ホワイトのストライプが入ってるってところ、やっぱりダイワメジャーって遺伝子強いみたいですね。3区大体ここの顔にホワイトのストライプ入りますよね。アドマイヤマーズも入ってますし、このホワイトのストライプっていうのが、ここがやっぱりダイワメジャーの遺伝子が強く出てるかどうかを 見極めるポイントかもしれないですね。そしてクリゲってことで、ペールエールもデビュー戦そんなに派手な勝ちじゃないと思いますが、競馬っぷりは上手だったと思いますね。で、まあ、ルメール騎手、失礼しました、デムーロ騎手ってことでね、まあ、ジョッキーはこの中ではやっぱり一番勝ってるジョッキーが乗るんじゃないでしょうか。続いてなんですが、ウーマンズハート、ウーマンズハートはさっきちょっと言った通り、デビュー戦走りが良かったかって言ったら、まあ荒削りもいいところ、新聞なんかではね、まあ、ネット記事なんかでは上がり3波32秒っていうところがね切り取られてるんですけど、僕は正直そこはあんまり気にしてないというか、厩舎関係者の方のコメントもね、32秒0っていうのはまあ出ちゃったみたいな感じみたいですね。それ以上にそのもうあっちフラフラこっちフラフラのね、もう本当にまだまだ幼くて荒削りの走り方ながら、走りがねすごくダイナミックで、僕デビュー戦見てちょっと以前のどっかの動画でウーマンズハートっていうちょろっと言ったんですけど、やっぱり新聞記者の方もみんな見ててやっぱり人気するんですね。本当に僕はこれゴドルフィンブルーなんでね、これはまあちょっと楽しみだし、ゴドルフィンのオペレーション楽しみだなと思ってて、 できればね津村騎手で今回も行ってほしかったんですよ、個人的には。津村騎手はねやっぱりテクニカルなジョッキーだと僕は思ってますね。非常に技術の高いジョッキーだと思ってるんで、こういうなんかあっちフラフラこっちフラフラみたいな幼いところのある馬っていうのは、そういうテクニカルなジョッキーが乗って、まあ、少しずつ矯正していくっていうのもまあ一つの、考え方で、この馬2戦目でねどんな走りしてくれるのか、前走みたいなフラフラ走ってるようではちょっときついかもしれないですが、走りにまあ改善が見られる、成長が見られるところを期待したいなと思います。ということでね、一応まあどの馬って言いますと、このモーベットは難しすぎます。これはもう 前走がもう全然競馬してないんで、今回だってまたバッコリ出遅れる可能性があるわけで、そうしたらさすがにちょっときつい気もするし、でもしかしたら出遅れてもそれでもこのメンバーで刺すかもしれないし、でもやっぱり今後ね大きいところを狙うってことを考えると、やっぱり出遅れは直さなきゃいけないですよね。なので僕としてはデビュー戦がやっぱり上手だった馬、この馬いい走りしてたなっていう馬っていう意味で言うと、ペールエール、ペールエールですね。そしてトライフォーリアルもちょっとこのレースは注目して見てみたいなと思ってますね。ウーマンズハートもなんですけどもね、ちょっとやっぱりデビュー戦がフラフラだったんで、2戦目どうかなっていうところなんですよね。そこがありますので、まあ、トライフォーリアル、ウーマンズハート、それからペールエール、まあ、モーベットはもうちょっと、静観静観です。もうモーベットについて語ることなんかできないです、あんだけ出遅れてしまえば、っていう感じで、新潟ニーサイステックス、メンツとしてはちょっと面白いメンツ揃ったなとは思います。でね、もう一頭最後のおまけなんですけど、僕ねこの馬やべえなっていう馬一頭見つけました。ペールエールを、デビュー戦を見た時に、そのレースは負けたんですけど、巻き返しの未勝利でやべえ馬いましたね。そのやべえ馬っていうのは、フルフラットっていう馬なんですけど、モリキュー社所属のねアメリカさんです。スパイスタウン3区ですね。やっぱりね、森先生はスパイスタウン好きなのかもしれませんね。
これで2投目ですからね。なんで、このフルフラットデビュー戦はね、ペールエルが勝ったレースは、ちょっとね、スタートうまくなくて、後手後手踏んでね、後ろからになって、ちょっと多分ね、ポジション上げようと思って仕掛けたら、こう馬が行く気になってしまったのか、ガーッと上がっていくようなね、ちょっとちぐはぐな競馬で負けてるんですけど、折り返しのね、2戦目の未勝利がね、すごいんですよ、内容が。田中勝春騎手から北村雄一騎手に乗り換わってるんですけど、このレースね、芝の 1200m の、どこ、これ小倉なんですけど、まあ、逃げてるんですね。逃げてるんですけどね、最初の3波論、つまり 600m がね、33秒8かなんかで行ってるんですよね、2歳で。うん、で、上がりはね、35秒9って、それはまあ、止まってるっちゃ止まってるんですけど、このスピード、やっぱりスパイツタウン速いなって思うのと、まあ、モズスーパーフレアがスパイツタウンですからね。なんで、このフルフラットっていう、まあ、距離は持たないと思いますけど、1004、1006まで持つかな、どうですかね、1002、持って1004かもしれませんが、ちょっとやっぱり見ていきたいなって、朝日杯フューチュリティステークスには縁があるかどうかですかね。ただ、モリキュー車なんで、多分1600まで試してくると思うんですよね。で、距離持てば面白いですし、持たなくても1002でこれちょっと楽しめそうな感じがしますね。とにかくね、速いですね。このスピードはなかなかやっぱり魅力です。スパイスタウン参考はやっぱり速いなって感じですね。はい、ってことで、すいません、最後はね、ちょっとね、フルフラットってね、予定外のスピード場を見つけてしまいまして、ちょっと興奮しましたね、こっちの方がね、何しろ速いんでね。はい、ってことで、新潟にステークスの動画になります。今回もね、新しいカメラでちょっと撮影してるんですけれども、まあ、僕の部屋のね、こう散らかりっぷりがバッチリ映ってるってところでね、どうでしょう、こんな感じでいろいろ新しい試みで動画撮っていきたいと思ってます。面白いと思ったらチャンネル登録していただけると励みになります。よろしくお願いします。ご意見ご感想もお待ちしてます。バイ。